はい、トーメントクリークファームですね。農場農場。さあとりあえずルインチェックに行きますか。そこね、距離的にもちょうどいい感じだね。まあ、お、もういるよ。離れてる。いたいた。壊しに来てんだこれ。したけどちょっと寄れない。発電機蹴ってもう一遍ルインチェックだな。結構序盤に見つかっちゃったな。辛いな。使わせるしかない。だいぶ直るし、やる。もう一つ直された。やるね。頑張ってください。うわー、つら。もうルイン壊されちゃったんだったら中央狙わないと。入られると姿が見えないよね。飛ばさんよ。よし、地下だよね、ここ。いい位置で切られてくれたぞ、ありがとう。おそらくディサイシブ持ちはいないはずだから。僕の3つ残したいな。
蹴らないわけにいかん。行ってるよね今。来てない。じゃあ死んだなあの人。おりゃー、よし、一焦点。地下は無理ね。なってない。つけんの早っ。いた。残り一つ。まああとはノーワンにかけますか。カチカチしてる。ダウン。じゃあ2人目。そこと、こっちだいぶ遠いな。これはちょっと無理かな。助けに来てくれればともかく。やったぜ
一発殴られても大丈夫って思ったんだろう。甘いぜ。やったぜ。倒された板どこだ。くそ、わかんねえ。ちょっとでもポイント稼ぎたいんだけど。パチパチパチ、やったぜ。気持ちいい。抹殺。今脱出のために本当はいなきゃダメだった。ジージー。あとは連打してポイント稼いでください。パチ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 。どこの使わしたかわかんねえや。あったあったあった、間に合った間に合った。よし、ネットネット、100ポイントゲット。こんなところに脳腕があるよと。よし、全釣り。ザンディ、ジャーク、狩猟、そして処刑。ああ、おいしいポイント。ランク進行度、よし、レベル15にアップ。まあみんなね、同等クラスの人なんでね。よし、全釣り OK ということで、で今回は、血の追跡者、ルイン、ノーアン、肉屋、ルインと。そして1個だけね、消えるのが早くなるやつか、違うな、血のシミがかなり見えやすくなるっていうやつに、さらに、の血の追跡者もつけてる、これ重複してんのかな、こんだけしても見失ってるからね。まだまだね、索敵のガバサがボロバレっていう感じがするね。まあまあ、まだレベル15なんで、一番レベル高いキャラがキラーのレイス20なんでね、ちょっとずつ上手くなっていきたいと思います。それじゃね、次のキラーでお会いしましょう。